シッディナラシンハマッラ。シッディナラシンハマッラは、ネパール、パタンマンラ朝の君主。パタンを統治していたカトマンズ王太子、ハリハラシンハマッラの次男として生まれた。父の死後、シッディナラシンハは、母と共に、パタンに、一方に、ラクシュミーナラシンハマッラと祖父で、カトマンズ王、シワシンハマッラは、カトマンズにいた。そのため、1619年に、パタンの重臣らは12歳のシッディナラシンハを王に、新たにパタンマンラ朝を創始した。その後、ラクシュミーナラシンハが優柔不断であるのを見て、バクタプルと組んでカトマンズを包囲し、パタンはカトマンズと敵になるも味方になるも同一行動という友好条約を強要した。だが、ラクシュミーナラシンハが息子、プラターッパマンラに代わると、彼はパタンを攻撃しようと画策した。そのため、1628年頃に、ゴルカ王、ラームシャハをパタンに迎え、友好関係を結んだ。1637年、プラターパの軍勢がカトマンズを攻めたが、この時は、ゴルカ王、ダンバルシャハの援軍が駆けつけた。ゴルカの援軍は敗れたが、パタンの民衆が立ち上がって撃退した。1661年、シッディナラシンハは息子、シュリーニバーサ・マッラが反抗したのを見て退位し、シュリーニバーサが王位を継承した。その後、バーラーナシーへと行き、1710年にそこで死亡したと言われる。ありがとうございます。